どうもお疲れ様でですす大学特別講義でございます今回はビジネスの成功のコツということでね一つ重要なことをお知らせしようと思います、まあ、それはですねビジネスに必要なのは、まあ、集客ですとかね心持ちですとかねそれから最初の投資資金だとかいろいろあると思いますけども、まあ、すぐやるってことなんでしょうねですぐできることをすぐやるの積み重ねで 簡単でそして重要なことからスタートししてていくそして難しくてあんまり重要じゃないことは後回しにしていくってことだと思いますでそういったビジネスをやる上ですぐにやるスピード感を持ってやるってことが大事なんですけどもどうしても今すぐできないことってあると思うんですよその場合はいつやるかをすぐ決めること、まあ、このいずれかをやればいいんじゃないかなとつまりすぐやるのかできないんだったらいつやるのかをすぐ決めるってことです この2つ以外の選択肢がないと思って取り組めばビジネスの成功はそんなに遠くない難しくないということになると思いますね。じゃあ以上でございます。